32歳年収300万円独身男、周りもサラリーマン界隈ではそれなりのため、在宅もネープランなど意識高い経過多く投資や株をやっているということだけで、マウントとか取ってくれるやつばかりです。やってなかったら将来のこと考えてないのとか、うさんくさくて投資とかやったら負けかなと思いますが、興味あるのは確かに意地を張らずやってみるでしょうか。日曜日は競馬が忙しいです。<laughs> やっとるやん。<laughs> えっとね、競馬よりはでも株のが、えっ、ー、とあの、期待値は高いですよ。 いやそのパチンコってやると期待値としてえっと確か半分以下で競馬はあれ、えっと、75%戻ってくるんだっけっていう感じであの要はどんなバカでもかけたら何戻ってるかっていう期待値があるんですけどあの基本的にはそのあのパチンコとか競馬とかあの競輪とかっていうのはあの期待値100%切るんですけど株はあの割と持ってると期待値100%超えるんですよね。 なの NISA とか iDeCo とかをひとまず始めてであの適当なところにあのファンドにあのノーロードって書いてある手数料無料のところでインデックスファンドにぶち込んでなんか10年ぐらい忘れてるといつの間にかお金増えてるっていう状況になったりしますよ。ブラックジャックも超えるよ。えっとブラックジャックが100超える時はスプリットがあって。 とか一応条件が満たしているところじゃないとダメなんですよね。あのスプリットがオッケーでだからダブルがあってとかなんかそこら辺の条件を満たしているところじゃないと100個いなかったせさ、はい。